皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直系のネコリンです。今回のレシピは決戦フィリスをネコリン視点で最終評価してみようというところで、性能、ギフト、装備、運用方法、編成方法等々ね、語っていこうと思います。最初に言っておきますが、全体アタッカーとの相性は良い。フィリス、ハイディの相性も良い。使いづらいが使えたら面白い。ただし、最強パーティー、協力パーティーの中に割って入ることはできないというところが評価です。それでは一つずつ語っていきます。よろしくお願いいたします。過去の動画でフィリスの性能は触れましたが、復習していきましょう。まず素早さは245。装備メモリア込みで260の値に今なっています。スキル1から見ていきましょう。アメジストシュート。味方全員にスキルダメージプラス 10% 行動終了するまで付与。ダメージバフ A の特性がついている場合、スキルダメージプラス10にはかかりますが、基本的に素早さ調整以外ではスキル1を振り回すことはほとんどなかったかなというふうに思います。だいたいフィリスを使う場合は、スキル2をぶん回していたというのが自分が使ってみた感想です。スキル2、ロックアバランチ。ダメージ 145% の全体攻撃。最初に全属性耐性ダウン。これをマイナス 35% 1回付与します。使ってみて思ったんですが、2回攻撃の付与だったらかなり使いやすかったという印象です。ハイディと組ませる場合、ブレイカーと組ませる場合、アタッカーと組ませる場合というふうに、1回攻撃付与だと、フィリスの直後に動くキャラクターが敵に攻撃1回与えたら効果消失してしまいますので、ちょっと使いづらかったなという印象を持ちました。ハイディと組ませる場面でも素早さ調整が難しかった。しかし噛み合えば強いという風な最終評価に落ち着くと思います。この辺の詳しいことは編成画面でお話ししたいと思います。バースト、クリオライトプルーム。全体のダメージ 240%。ダメージマイナス 20%、2回行動終了するまで付与と、全属性耐性マイナス 35%、2回攻撃受けるまで付与となっています。これ、バーストとして使った場合は結構強いんですけど、編成上、バーストを打つ場面は、ハイディ、またはリディ、またはアタッカー、しかも全体アタッカーだったり、というところがあったりするので、基本的にフィリスにバーストを打つ場面というのは、やはり少なかったかなという印象を持ちました。フィリスはバーストを打つよりも、スキル2をぶん回して直後のアタッカー、ブレイカーに恩恵を与えた方が、編成上は使いやすいなという評価に落ち着きました。隙だらけにしちゃうよ。これなんですけど、戦闘アイテム使用後にカチコチ付与というようなものがあるんですが、これが超高確率付与なんですよ。敵がカチコチ耐性が高い状況からと、結局付与しなかったらやり直すという場面が出てくるので、これね、超高確率がもっと高かったらいいんですけど、まあクリスマスレスなしかり、カチコチもうちょっと強くしてもいいんじゃないかなっていうふうには思います。敵の耐性高すぎるんでね。このカチコチの部分が強くなったらフィリスも運用する場面はめちゃくちゃ増えるかなというふうに思いました。状態上無効は神でした。これは決戦装備いつも通りです。ギフトについて、魔力の呪詛、氷の祝福、魔法耐性上昇渾身というギフト3つがあります。まあ、この魔法耐性上昇渾身については、敵の攻撃を一発どうしても耐えれないっていう場合にピックアップとしてギフト狙うのはありなんですが、正直、調合の難易度的にこれをつけてまでするかというとそれはしなかったですね。ギフトは正直強くないなという印象を持ってます。もうちょっとね、汎用性の高いギフトもらえるならよかったんですけどね。あんまり特化装備っていうのを作る必要性が最近はなくなってきたと思ってますので、ディフェンダーにこれをあえてつけるかっていうと私はつけなかったです。ギフトは登場場面少ないかなと思います。決戦フィリスの装備についてというところで、私が主に使った装備なんですけれども、まず一つ目、決戦フィリスアタッカー型という型になります。なぜアタッカー型を選んだのかというところになるんですけれども、属性島の氷で挑んだ場合、全体攻撃というところ、結構ねフィリスアタッカー型で使うと火力出してくれるんですよ。もちろん、専属のアタッカーには及ばないにしても、第2アタッカーという立ち位置で、スキル2バーストが結構刺さる場面がありました。アタッカーもしつつ、相手の属性耐性ダウンを避けて、メインアタッカーに持っていく、または、ブレイカーのサポートをする、
という使い方が一番いいのかなというふうに私は思いました。もう一つの方にデバフ型サポート型というところがあるんですが、使う際はアタッカー運用した方が戦いやすいというところが私の評価です。というか実際に属性と氷とかメインで連れて行った時もフィルスの全体に助けられたことがあったので、使うならアタッカー型をお勧めしたいと思います。アタッカー型の場合の装備は魔導書氷、今こんな感じの装備と情熱の使者コート、スキルダメージとバーストスキルダメージアップというところで、これも火力に振った装備を今しています。そしてプリンセスティアラ、これも氷属性の時ダメージアッププラス10というところがあるので、これも同様に使っていました。メモリアについては後ほど解説をします。装備編成その2、デバフサポート型というところで、デバフサポート型を使う場合はこの武器クレスプクルーンを使っています。与えるマイナス効果量プラス 10%、 これがかなり強いなというふうに思いました。そしてもう一つ、オーレスキール、このオーレスキールなんですが、ごめんなさい、まだちょっと装備厳選全然できてないんですけど、サポーターの時与えるマイナス効果量プラス 15% というところがあり、この2つを使うと相手に耐性ダウンマイナス 43% まで与えることができますので、多少の耐性ぐらいだったらウィークまで持っていけるというところでこの方にしています。装飾品についてですが、表現のリングまたはフリーズチャームというところもいいと思います。私は基本的にアタッカー運用しているのでギフト特性はまだ全然なんですけれども、表現のリングの受けるダメージマイナス 5%、 フリーズチャームの味方全体の受けるダメージマイナス 2% というところはバーストとも結構相性がいいというところもあり、味方の耐久を少しでも増やすことができるのでありかなというふうには思いました。メモリアについてです。アタッカー型運用をする場合は私は2人だけの時間を主に使っていました。味方全体アタッカー、今回でいうとイザナとのスピード調整のために素早さプラス 4.25%、 そして自身の火力アップのために魔鋼プラス 31%、 そして HP70% 以上の次にスキルダメージプラス 18% というところが血清フィルスアタッカー型にはめちゃくちゃ相性が良かったので、このメモリアを採用しています。デバフ型で運用する場合はお勉強の時間だよというところがかなりいいかなというふうに思います。これはサポーターの時味方全員のスキルダメージプラス 9% というふうに味方をサポートするため、そして素早さが 11.75% とかなり高い素早さを誇っているため、素早さ調整もしやすく、ハイディとの調整もね多少はできるというところになりましたので、このメモリアを使いました。この辺がめちゃくちゃ相性がいいのかなというふうに思います。またパーティーにようこそでもいいと思います。基本的にこの辺のメモリアが使っていて相性いいなというふうに思いました。また完全にデバファーとして運用する場合はアイフの憧れを抱いている素早さ調整をして、デバファーとして味方パーティーとの相互性だけを考えるっていうのもありだと思います。ただこの場合は魔鋼が低いので完全アタッカーとしては起用しないので注意が必要です。デバファー型しかりアタッカーしかり、どのようなギフトをつけるべきかというところなんですが、そこはもうスキル威力上昇とか氷ダメージ等々のものでいいんじゃないかというふうに思います。味方にクリティカル効果アップを持っているパーティーで組んだ場合にはクリティカルダメージでもアタッカー用の場合はいいとは思います。結構火力出せるキャラクターではあるので、相手に耐性ダウンを入れつつ自身の火力で押していくという特性をつければいいんじゃないかというふうには思ってます。その他の編成方法としては、まあレスナとかコルネリア、ルーウェン、ロロナ等々でつなげればいいと思います。ルーウェン、ロロナがつながりますので結構スキル威力アップと氷ダメージ上昇がつくというところなので、氷のアタッカー装備というのは作りやすいんじゃないかというふうに思います。編成方法その1、ハイディなし型を説明していきたいと思います。左から早い順番に風ととり、雷ロジー、決戦フィリス、雷リディ、イザナというふうに置いています。風ととりを選んだ理由としては魔法攻撃力アップに使える、そしてある程度のヒーラー能力持ってますのでリディとのダブルヒーラーで耐えれるというところで、スキル2に攻撃を持たないというところです。ロジーがこの位置の理由なんですけども、敵がブレイクできる場合はロジーはここで、クリティカルをイザナに付与する、できない場合はフィリスより1段後ろに下げて
体勢ダウンのところにブレイクしやすいようにロジーで攻撃という風にしています。リディもスキルには攻撃を持たない、バーストは攻撃をするというところもあり、選べるためフィリスの後ろに置いています。で、フィリスの体勢ダウンを生かすためにイザナで全体攻撃という風にしています。フィリスがバースト打つときは2回体勢ダウンが入るのでイザナロジーの体勢ダウンに使える。で、バースト打たない場合はスキルに打つ、リディはスキルに打つ、イザナ全体攻撃またはバースト攻撃という風にしています。リディバーストを打つ場合もリディがバースト、イザナですぐつなげれるようになってますので、結構汎用性が高いパーティーかなという風に思いました。氷属性アタッカーとしてクリスマスレスナー、正月マリーとも組ませてはみたんですけど、クリスマスレスナーはそもそもバースト確定クリティカルだし、正月マリーに関してはスキル1打った後のクリティカル確定ではあるので、フィリスの耐性ダウンは働くは働くんですけど、アイテム使用後のカチコチのクリティカル確定というところはあんまり機能しなかったかなというふうに思います。そもそもクリスマスレスナーがカチコチ付与できるので、相手に耐性があった場合でもカチコチを付与する回数が増えるというところを考えれば、この編成はありかなと思いました。でも属性等ではね、めちゃくちゃ大活躍しますので、決戦フィリス。編成方法その2、決戦ハイディフィリス型。これ以前動画でも少し紹介させていただいたんですが、ソフィーの耐性ダウンが2回あるので、ソフィーフィリスでめちゃくちゃ耐性ダウンを入れた後にイザナの超攻力攻撃で弱点をついていくというような形になります。また途中でスキル1を打ってフィリス、イザナの素早さを調整すれば、フィリスの後に即ハイディの全体確定ブレイク攻撃ができるというところもあるので、結構汎用性は高かったなと思います。ただブレイクはハイディ頼りという風になっています。で、ザンロルナを選んだ理由なんですが、イザナの火力を上げるためというところもあり、確定クリティカルを入れるためにあえて運用しています。あとはちょっとしたバーストの回復効果かなというふうに思いますが、やはりロロナよりここリディ入れた方が活躍の場は多いかなというふうにも思いますが、リディ持ってないよ、逆にザンロルナしか持ってないよっていう方もいらっしゃると思い、このような形にさせていただきました。ザンライザを入れた場合のフィリスも試してみたんですけど、やっぱね、ちょっとフィリスとザンライザ相性悪いなと思ったので、ちょっとごめんなさい、パーティー運用は思いつかなかったです。決戦フィリスと組む場合のアタッカーはやはり全体アタッカーの方が相性がいいと思いました。まあ、ボスがそもそも単体の場合には、相手に攻撃をしないサポーターを間に挟んでの単体アタッカーという編成もいいかなと。いかがでしたでしょうか。引くか引かないかの話を最後にしたいと思います。ツールフロッケが来てないという前提にはなるんですが、ハイディの方が性能も強く汎用性は高いというふうに思ってます。ただフィリス・ハイディの相性はめちゃくちゃいいですし、どこに連れてってもハイディの確定ブレイクを活かせるというところを考えると、フィリスは面白いです。ただ無理に引かなくてもいいという結論になりました。何回も言いますが、耐性ダウンが2回だったらね、もっといいんだけどなっていうところはあります。ただ使いどころ間違えなかったら強いなというのは本当にこれは思ってます。私結構連れてってますからね、フィリス。なので石をどうしようって思った方は、決戦フィリス、ハイディいいんですけど、ツール、フロッケが来てから若干だけね、2つのガチャ被る時期があるんで、そこで最終評価した方がいいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。決戦ツール、決戦フロッケ楽しみですね。また実装したらガチャ引いたり性能解説していきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。これだけは言っておきたい。決戦フィリスは可愛い。またね。バイバイ。